皆さんこんにちは。 FX トレードルームへようこそ。ヒロピーです。本日は10月21日月曜日、 FX ニュースをお知らせしていきます。はい、まず先週後半の、経済指標です。住宅着工件数が大幅に落ち込み始めてます。いわゆる家の、新築などの着手した、件数ですね、工事件数を数えられておりまして、それらを年率換算したものになっております。着手ということはもう発注が出たと、契約が結んで終えたというところなので、景気の、住宅市場の、一番中期的な先行きを表現する指標になってます。そしてですね、住宅着工件数ですがマイナス 0.5% マイナスですね、というふうに結果になりました。そして、こちらの許可件数の方がもうさらに大幅に遅れている。全体的に、かなり悪い数字になってきました。つまり家を建てる、家が欲しいという不動産投資も、活況だったところがだいぶしおれてきている。はい、住宅市場っていうのは本当に巨大な、市場でございます。まあ皆さんもね、人生の最大の買い物は家と言いますが、それらに手をつける、人々がすごく減ってきたということになりますね。まあ、やはり利上げがだいぶ効いてきたのかなと思います。はい、そして中国の GDP 発表、そして追加刺激策が必要かと書いておりますが、今朝も実は少し金融緩和しました。もう必死ですね。相当まずいのかもしれません。中国のですね、成長目標というのは 5% 前後というので、もう10年以上前から掲げられています。不思議と 5% 以上ずっと成長しているんですが、株価は年々下がっておりまして、リーマンショック前が史上最高値で、そこから、全く回復できていないというところで、正直中国の GDP は、数字だいぶ改ざんしてるんじゃないかっていうのは昔から言われておりますが、それでも、直近の成長率は一番低い数字が出てきている状態です。その内容ですけれども、 4.6% という内容に結果に終わりました。前回が 4.7% ですね。でいつも、昔から不思議なのは、 GDP って結構ブレるんですけれども、各国、中国はですね、常にプラマイ 0.1% 以内に収まるっていう、もうもはやなんですけれども、こんな、安定成長できるわけがないんですけれども、そしてそんな精度高く予想出せるわけがないんですが、基本的にはこれぐらいの予想で、予想と結果になることが多いです。さらにですね、景気が悪いときは必ず予想をね、若干上回るようになってるので、予想と想像した通りだなというのは、個人的には考えております。そして四半期の GDP がいずれにしても 4.6 というところなので、前回 4.7、4.6、平均して 4.そうですね、年内は 4.6 から 4.7 ぐらいで収まるのかなとは思ってます。そして今日少しだけ、25ベーシスポイント、単年ものかな、短めの金融緩和を少しだけレート下げたりとかしてましたね。はい、それを受けて株価が大きく跳ね上がったというわけではございません。はい、引き続き中国市場の、景気動向は、かなり悪くなりそうですので要注意でしょう。はい、もちろんそれらを受けてゴールドは最高値を更新しつつあります。金価格が高騰、アジア時間21日早朝に過去最高値を更新してきました。せっかくなので直接見てみましょう。2700、先ほど30ドル到達していた日足でございます。10月10日の木曜日から130ドルぐらい、金って世界最大のアセットでございますから、ものすごいお金が入らないと 1% 2% って価格上昇しないんですね。それを押し上げてくるってのは相当なマネーが流入している、証拠かなと思います。そしてですね、ブリックス共通通貨とも呼ばれますが、共通通貨構想ですね。やっぱり彼らがドルの覇権をこう倒しに行くには信用が重要です。ゴールドをたくさん蓄えて基軸通貨への挑戦を狙っているというわけなんですが、決済通貨ですね、それらの国々が一生懸命ゴールドを買っているという可能性はかなり高いです。と言いますか、買っておりますね。中国もロシアも過去最高のゴールドを積み上げているので、内部留保ですね、そういったところでも買いが殺到し、
そして中東のねイスラエルやイランの問題、攻撃の準備報道などでも価格が上がりますし、中国の経済が低迷するぞというところでもリスクオフということで金が買われるというところでもう無敵状態に入ってますね。はい、そういったところでですね、これからリスクオフになりそうだぞ、金融緩和をすると、まあ、株もゆっくり上がるんですが、いつ破裂するかわからないので、その金融緩和がもういつリスクオフを見据えてもうやってるんでしょっていうので、お金がゴールドに向かっちゃうんですよね、金融緩和した後。はい、なので株も上がるんですけれどゴールドも上がっちゃうっていうサイクルに突入しました。でその後何か大事が起きた時ってゴールドがさらに上がって株はさすがに落ちますよね。はい、なのでそういったところで、もうしばらく無敵状態が続きそうだ、続くでしょうというところでゴールドの買いがまだまだ、続いている。まあ、個人的には3000ドルぐらいは普通に行くかなと思ってます。はい、といったところでですね、まあ、リスクオフを備えた動きがかなり出ているかなと思いますね。はい、そしてドルの強さが弱ってきている。はい、そんな風に感じ取れる1週間でした。この辺の他の要因ですね、インフレヘッジもそうですし、中銀の政策金利、低下、地政学リスク、世界経済の減速、まあ、ここにお話した通りになってます。引き続きこれはまだ1年2年続くのではないかなと思います。ちなみにリーマンショックがあった時は一瞬下がったんですけど、その後さらに上昇していって、一回大事が起きた時もガンガン上がるんですね。でピークつけたのは2011年なんですよね。リーマンショックがあって大金融緩和してって言って株が急落した後こう盛り返すんですけれども、ゴールドはずっと買われる。本当にリスクオフ相場が終わるまで変わり続けるので、まあそうですね、3000ドルと言わず、まあ、年内は普通に上がると思いますし、もう向こう 2,3 年ぐらいはいけるんじゃないかなと個人的には考えてます。はい、そしてトピックスにイーロン・マスク、トランプ熱烈支持。はい、イーロン・マスク、トランプ支援のスーパーパック、政治活動委員会の、請願書にですね署名した激戦州の人からですね、毎日一人に100万ドル配りますと。だからトランプに投票してねと、イーロン・マスクがバックについてますので、なので、もう寄付した金額が7500万ドル相当に上るというところで、まあイーロン・マスクしかできませんねこんなのは。はい、毎日1億5000万をプレゼントという、どうなってんだというところでございますが、まあおそらく大統領顧問みたいな感じになるんじゃないですかね、イーロン・マスクが。はい、重要ポストにはつけるんじゃないのかなとは思ってます。まあそしたらアメリカ経済や見通しはまた明るくなるかもしれませんね。はい、その辺では個人的にも期待してます。はい、そしてトランプ VS ハリスの直近の動きですね、残すところ15日、あと半月ですね、大統領選まで。まあ、かなり今トランプ優勢で、事前報道されております。激戦州ペンシルベニアでマクドナルドのアルバイト経験を行うというところで、まあ、ちょっと市民に寄り添うみたいな、まあ、そんなところでしょうか。対してハリス大統領候補はジョージア州での演説で黒人票の取り込みを図るというところで、この州の有権者はですね3分の1は黒人というところで、そちらにまあハリスさんは黒人の票を取りに行ってるというような現状です。はい、まあこういったですね大きな重要イベントを少し先に控えているというところで、まあ好動きが続きそうです。はい、今日もチャート分析していきましょう。はい、まずドル円チャート日足でございます。今朝ね149円10銭ぐらいかな、10銭ですね。はい、まず下値をつけて今、急激に回復しております。まあ、五等日の動きでしょうとは思いますが、150円を少し突破してね、1円ちょっとの調整で今反発しつつあるんですが、日曜日のですね、解散総選挙ですね睨んでると思います。自民党がですね過半数取ればドル円日経平均はガンと上昇します。でなぜならば、まあ、基本的に歴史的に自民党が勝利の時は過半数単独過半数取った時はもう全て上昇、なぜなら金融緩和、財政出動などが、自由にできるからですね。まあ、ジャブジャブにするわけで、まあ、なのでインフレは起こりやすいので通貨安、そして株価ももちろんそれ通貨安だから当然上がるというところで、そういった期待で買われるんですね。ただ今回かなり劣勢です。まあ、岸田政権時代からだいぶ国民の印象が悪くなってしまいましたので、ところどころのメディアでは過半数割れするのではないか、過半数割れ予想っていうのもかなり出てきてますね。はい、そういったところを踏まえると思いっきりドル円を買っておくっていうのは難しいかもしれません。
れません。でただね、自公連立なので基本的には、単独過半数取れなくても自公で過半数取っていれば問題はないと思います。はい、個人的にはですね、まあちょっと自民党もやりすぎなところもあるのでね、特に若い世代の社会保障をもっともっと、値上げして、我々の生活を圧迫するような、現役世代の生活を圧迫するような政策しか打ってませんので、この5年10年、まあ、なので僕的にはまあ関数割れぐらいしてもいいかなと思ってます。で、なるべくちょっと舐めた法案は通らないようにしたいところなのでね、まあ、そういった意味では自公連立ぐらいでようやく過半数とかもうギリギリちょっとぐらいがもしかしたら一番投資家にとっても若い世代にとってもいい方向に導かれるのではないかなと思います。まあ要するに現役世代の負担を強いるようなものはまあ野党が反対してくれるので、まあ同意を得られずに法案が通りにくい、いろいろな妥協案を出して軟化した政策が出るんでね、はい、そういったところで、いい方向に進むかなと思ってます。ただ逆にですね、やりすぎも注意で、自公連立でさらに過半数を割れるなんてことがなると、いろんな法案が通らなくなるということは、財政出動も金融緩和もなしでございます。ないとないでちょっとね、投資家とかトレーダーからしたらそれそれ困りますよね。はい、なしになるとちょっと円高要因というか円高ですね、ダーンと、それらの金融緩和を織り込んでこう今上昇してたんで、はい、ガツンと落ちるかもしれません。はい、まあ、その辺のですね、分岐点が極めて難しい。自民党が勝利だったらまたキャリートレード復活なんで160円方向に中期的には上昇するとは思ってますし、まあ、自公連立で過半数取るのであればまあ152円ぐらい、うん、もしかしたら割れたってなるとちょっと市場に動揺が生まれる、なのでグラグラグラッと落ちるかなと思ってます。ただですね、個人的に最終的にそこはね、買い場かなと思ってます。なぜならですね、まあ法案が通らない、金融緩和のその燃料がなくなるっていう読み方もできますので、まあ乱高下こういうふうにした後にもしかしたら第一党なんだけれども過半数自公連立でもちょっと割れちゃったよとなった時は、思う通りに法案や財政出動もできなければ金融緩和もできないんで、キャリートレードはおろか株も金融緩和期待持って上昇してるんで、それがなくなるってことは下がりますよね。はい、なのでドル円も同じくつれ安になると思います。で、一回そこで崩れた後、まあ、なんだかんだ言ってある意味何もできなくなるということは、日本の経済のそのまた抜本的な改革も通らなくなるので、通貨安、これが一番でも怖い。まあこんなような感じ、いわゆるですね、株安通貨安債券安みたいなことになって、国の国力が落ちていくよ。まあただ政治がしっかりしないとね、しっかりしてなかったからいけないっていうことで、まあ、与党の長年のツケが回ってくるのではないかなと、自民党側ですね、はい、まあ、最終的にこうなるかなとも思ってます。まあ、いずれにしても円安かなと。でまだもう一つ難しいのが、トランプ大統領が再選した場合、あ、再選じゃない、復帰した場合ですね、大統領に、まあ、その1週間後に大統領選挙なんで、まあ、でちょっとそこでね、やっぱりドル安通貨安をアメリカはかなりイメージしてますので、まあ円高歓迎なんですよね。ドルは安い方がいいってアメリカが言ったらもうドル安なんですよ。ドル高がいいって言ったらドル高なんですね。はい、そういったところも踏まえて、まあ基軸通貨だから本当にできる横着ができるわけです。はい、まあ、その辺を加味するとドル円やっぱり下落なのかなと。ただね、トランプのやっている関税の引き上げとかは、結局ドル高で返ってくるので、金融緩和とドル高の政策も入り乱れてるんですよね。で前回2016年の大統領選勝利の時に何が起こったかというと、ダーンとドル円が落ちて、トランプになったって言って100円割れるかっていうところで切り返して、一気に115円ぐらいまで上がってたんですよ。すごい相場でした。で勝利演説してる夕方
ぐらいからなんかおかしく切り返し始めて、そこからぐん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 上昇。はい、まあ、当時はですね、ちょうどその当時出しましょう、ここですね、2016年11月9日、水曜日、ここですね、これがすごかった。101円の15銭か、ブワーンと下げてね、こっから午後夕方ぐらいからビューンと上がっていって、夜このようにクローズしました。で、翌日も翌々日もどんだけ上がるんだいと。はい、あ、もう結局118までいってたんですね。はい、12月までにこんなようなチャートになりました。すごかったです。前評判はもうドル円90円80円方向だってなってたんですけど、まあ、当時はね、もう破天荒の魔王みたいな扱いだったんで、日本中トランプになったらとんでもないことになる、どうしよう、怖いっていう意見一色だったんですよ。今大人気ですけどね、ありえないぐらい反対派が多かったです。僕は当時もトランプ派だったので、もう番組ではトランプ大統領になったらどうなる FX みたいな番組たくさん組まれて、みんなはやばいことになるってバーってコメントしてたんですけど、僕は密かにそうですねとか言いながら、トランプになって良くなるだろうぐらいなことを遠回しに表現しておりましたが、ただね、これ今回も逆になる可能性も十分あるんですよね。トランプになったの期待がもうだいぶ先行してるので、セルザファクトですよね。そういったところでドル円はもしかしたら下落してしまうかもしれません。ちょっとこのチャートね、よく覚えておいてください。あ、下落からの上昇になりました。今回当選した時に上昇からの下落かな、下落して上昇かな、いやー難しいですね。はい、まあ、そういったところでですね、解散総選挙もあれば、トランプの大統領の、結果、本当に大統領になれるのか次第で、大きく変わるかなと思います。まあ、もう支持率ね、ポリーマーケットとかで 60% 近くいってるんで、まあもうまず大丈夫でしょうと個人的には思ってます。はい、まあ、もしもハリスさんになったら、まあ普通にドル円は上昇でいいかなと思ってますといったところで、おそらくですね、もう2週間ぐらいはかなり小動きになると思います、今後ですね。なので、まあ個人的には、4時間足にしましょうか。エコーチャンネルとかダイヤモンドを作るようなイメージでおります。一応マーケットはもう自民党が勝つぐらいの前提でテンションでいると思うので、まあ、ギリギリ今週中に151円手前ぐらいまでつけるタイミングもあるかもしれませんね。まあ、ただそこからまた下手っていく、まあ、もしくは、このパターンか、まあ、普通に本当に真横みたいなレンジ、ちょっと上がるかな、これぐらいのこんなようなまた少し変わった平行チャンネルレンジみたいなのができてくるかもしれません。こんな感じですね。より角度が横に近いような、まあ、よってですね、今週来週前半に限っては僕は逆張りトレードでコツコツ取っていくような、要するにブレイクアウトとか順張りトレードは控えながら、逆張りでコツコツで事故ったら、今までの利益吐き出しちゃいました、めでたしめでたしぐらいにしておいてもいいかもしれません。トントンで乗り越えるか、いつ降りるか、逆張りしながらいつ降りるかみたいなトレードで例外的に、まあ、対応するぐらいで僕はいいかなと思ってます。はい、でもちろん黒線も同じ動きすると思います。基本的には、僕買い目線なので、押し目買い上がったところ売り、押し目買い上がったところ売りでいいかなと思いますが、まあこうイメージとしてはこんなようなレンジ相場を意識して、対応していく予定です。はい、ということでですね、先日からお配りしている秒スキャ専用インジケーター、実際にはデイトレなんですけど、今日の設定はですね、今このようにしてます。逆張りモードなので逆進モードにしてますが、 RCI7、ADX はデフォルトの14、ADX の上下限もデフォルトの38、30で、リグ1級、損切り13の逆進モードにしてますので、戻り売り押し目買いの、程よいボラティリティのレンジ相場を取りに行くような、設定になってます。ちょっと応酬時間始まったんで、少し難聴ですけれども、まあ、引き続きこの設定で、順調に上がっていくのではないかなと思ってます。明日ぐらいにこれ200ピップぐらい取っててほしいですね。今116ピップスの利益ですが、概要欄からですね、過去にスキャルピングやデイトレードの放送いたしましたが、かなりの確率で、実践でですね、勝利していることが多いです。まあ、ですので本当にインジケーター見るだけで、皆さん、真似しながら、そして多少のチューニングを加えながら、オリジナルの、ストラテジーを作ることができますのでね。はい、こちらデイトレードでどうしても勝てないという方は、これを見ながらうまく参考にですね、トレード慣れしていっていただければと思います。
口座開設していただければすぐに付与されますので、ぜひともお使いください。概要欄の申し込みからお申し込みください。すでに JFX の口座をお持ちだよという方はですね、お問い合わせページも設けております。そこでヒロピーのインジケーター欲しいと連絡いただければ、少し条件がございますが、その条件をクリアしたら配布されます。はい、ということでぜひ、もうすでに持っている方もゲットできますので、ご遠慮なくお申し込み、お問い合わせページから申し込んでみてください。よろしくお願いします。はい、もう今月も下旬に入りましたね。今週は FX 初心者ライブ、僕は出れないんですけれども、明日オンエアされます。そして、木曜日スキャルライブですね。ちょうどこれ、僕とひろしさんでやりますので、これをお披露目いたします。また勝利となるか、爆撃となるか、実弾で、トレードしていきますのでご覧ください。そして FX 相場展望ライブは25日金曜日オンエア予定です。はい、ここで重要なお知らせです。長らくサービス配信しておりました、こちら FX で資産1000万円を目指すトレードサロン、キャンプファイヤーさんで配信させていただいておりましたが、今月で新規募集停止とさせていただきます。今現在500名以上の方がですねご参加いただいて、もう3年近くですか、3年前後やっておりますが、ご好評いただいております。理由としてではですね、ちょっとプラットフォーム のお引越しになりますので、また別サービスで同じ配信をさせていただきますが、キャンプファイヤーの方だけは、今月で新規募集を停止させていただきます。はい、その後ですね、徐々にこちらのキャンプファイヤーの方のサービスも閉じていきますの で移行期間はですね、今月で新規募集停止いたしまして、最後まで、このサービス継続が、1月までとなります。来年のですね2025年1月末までとなっております。はい、といったところで移行期間は3ヶ月設けている状態ですが、その他の詳細は追ってまたご連絡させていただきます。ご容赦ください。以上、本日の FX ニュースをお知らせしました。ご参考まで。